はい、皆さんこんばんこんは。ばんは。でか キコロチャンネル、本日は、ペヤングのドアップからお送りしたいと思います。おはようございます。よろしくお願いしもうこれで1時間いけるでしょう。いけるね。皆さんのペヤングです。はい、皆さんのね、はい、愛されて何年かわかんないですけど愛されて8周年かな。8周年、綺麗売り割りやからね。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでペヤングさん、なんと20キロ痩せたということで。はい、なんとね、このズームで多分分かりづらいと思うんですけど全身はすごい痩せてますね。後でちょっと舐めていきましょうか。はい、舐める感じでちょっとスーツがはね、ちょっとサイズがちょっとブカブカなんですけど、ちょっと買い直すということで3回目の買い直しになりますね。あ、3回目。はい。あ、そうなんや。ちょっと情けない、情けなかったんでね。まあまあ、はい、でもね、20キロはすごいね。ステークペヤングになりましたけども、はい、まあ、ダイエット方法は後でじゃあ教えてくれ、そうですね、ということなんで。だいぶ皆さんにはきついかなと思うんですけど勝利に憲法を少々、ね、あ、そう、はい、ちょっと構えやってもらっていい。デコピンとかすかそんなんかよやばそんなんやったっけ。怒られるんじゃん帰れって言われた。ありがとうございます。昔のペヤング映すなって言われたけど、昔スイタ時代じゃん。ああ、いや、そうっすね。だってもう、伏せの時はもうちょっとあれやったっけ。伏せの時はちょっとあれ、ね、ちょっと来てた。ちょっとあれです。あ、ちょっとあれ。ちょっとあれ。デブやったんですか。デブやった。だいぶ来てた。それだけは言われたくない。確かに、スイタ時代が一番痩せてたかもしれないね。そうですね。あの時はすごかったですね。はい、で、今はその当時に戻りつつある。そうですね。まだピークには戻ってないですけど、はい、もうだいぶ近いですね。68キロ？今68ですね。もう十分でしょう。あの時62でしたからね。ま、それは痩せすぎやわ。はい、あの時は。それは痩せすぎやわ。もういいと思うけどね。あれは、今日録画なんて言ってますか。録画ではないです。超生放送ですけどね。じゃあ今日は、そんなペヤングさんと、もう一人はもうね、だいぶ体格が。デブでーす。これ遠近法かどうかわからないけど、はい、あのサンシャインさんがベヒーモス晴れになりましたんで。ベヒーモスになりました。はい、怪獣。怪獣です、ね。獣になりましたんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、告知なんかあります？お知らせ。よし。来たるべく、はい、来たるべく10月17日17日、なんと気候な綺麗売り割り店、うん、新大社会入れ替え新大社会入れ替えって何新大社会あの大注目の、うん、大注目のパチンコ、うん、スロット鏡がね、うん、ついにうちも入ってくるかもしれないパチンコ社会なんやろまあそれ以上そうですね、これ以上伏せときちょめちょめということで、はい、まあ、P ワールド見ていただけたらなと。まあ17日は、新大入れ替えということなんでね、はい、ぜひ、また P ワールドチェックしてください。検査オープンじゃ検査オープンなんでね、いつも天休日なんですけど、そうですか、今回検査オープンなんでね、ぜひともそれだけお間違えないように来ていただけたら、まあ、平野のお客様はね、まだ平井鏡、ちょっとこの辺入ってるお店ちょっとまだ少ないですけど、ね、はい、まあ、新大入れ替えでもう導入済みになりますんでね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日は、一応まあ新大ということで、まあ、動いてるのが、デジハネの店物語、はい、まあ、これが10月6日開店ということで、もう1週間ぐらい経ったんかな。そうですね。やっぱ人気ありますか。大海ブラックですね、やっぱり。いや、打てやじゃあ。人気は大海ブラックです。1位やじゃあ。4もいいですけど、やっぱ3がね。あ、でも、キレ売り割り2ヶ月ぶりぐらいかな、来たんですけど、海コーナー増えましたよね。そうですね、うん、だいぶ海ってきましたね。そう、気候の中でも多分海もう専門店で言えるぐらいになってくるかもしれませんね。もうそうですね、夏も終わりつつあるんで、今からの海みたいな。あ、なるほど、今からね、はい、夏終わってるっす。お前、夏終わったんすか。まだな、まだ、あ、ほんま、ここからもうちょっとだいぶ涼しいけどね。寒いぐらいっすか。風邪ひきますけど、まあ、今日は、そんな偽物語と、まあ、綺麗売り割り店、あの299と199の偽物もあるんで、まあ、2期がちょっと当たらんかなと思ったんで。いや、そんなこと長いんですよね。そんなことない。当てれるんですけどね。ああ、まあ一応、まあ一応保険で、うん、一応199。僕は99で、あの店長一番やらしいけど保険で、まあ、今日は偽物語の、デジハネ VS、まあ、ライトミドルということで勝った。まあどっちがどうなんでしょうね、これ。まあ初当たりは多分もちろんデジハネの方が有利やと思うんですけど、まあ、出玉性能とかもね、割とあの U パチの割には結構16ラウンド結構偏りがあるとね、はい、結構万発もいけそうな感じの台になってますんで。はい、728。もう打っていい、ほんじゃ。もう打っといでじゃん。アドバンテージいらんの、ハリさん。時間もったいないから、もう打っていい。打っていい。もうその顔芸返せよ、じゃあ時間。顔芸顔芸してたやん。顔芸なんかしたことない。顔芸してたよ。じゃあ早速なんでやりましょうか。はい、ありがとうございます。これちゃうわ、これ偽物や。いやいや、どっちも偽物や。やっぱ青枠がいいですよね、やっぱり。まあ今サミーさんね、北斗無双2も青枠やもんね。そ
そうなんですよ。じゃあ音量下げ気味で1音量は5でお願いします。うるさい超うるさいよ。光量は光量光量も下げててもいいですけどね、結構眩しいと思うんで。はーい、メニュー画面です。ボタンは自分で押したい。カスタムキャラを設定できるか。あ、カスタムすんねや。分かってないな、ベヒーモス。カスタムしたらみんなに会えへん。いや、別に忍ぶに分かってないわ、その偏りがあだとか。ベヒーモスさんは、忍ちゃん推し、はい、かわいいね。忍以外いらんす。いや、羽川翼でしょ、確実にオタク2人。確実に羽川翼オタク2人。翼もいいっすけどね。何でも知ってると思いつつも何でも知らないからな、知ってることだけ。じゃあ、ペヤング店長の方は、ユーパチの方の、偽物語で、ベヒモさんの方が、ライトミドルになってますんで。初、まあ、演出はあれか、そんなに変わりないんですかね。演出は若干増えたんですよね。あ、ユーパチの方が増えてる、うん。まあ、あのパッと見はね、どっちがどっちかわからないぐらいのあれですけども、まあ、初当たり確率が偽物語は、まあ、99分の1かな、ユーパチは。そうです ね、ライトミドルが199なんで、まあ、ユーパチが当たらなくてライトミドルだけ当たるっていうのもね、ちょっと、まあ、それもありかなと思います。いや、そんなことは絶対ないはずこの僕に限って。やっぱ、台が人を選ぶんかなっていうね、感じもあると思います。きたー、ファイヤーゾーン、ありがとうございます。ファイヤーな。いや、もうあれ空気っすか。プチ圧、プチ圧、ね、いや、分かってないな、デジハネの方のこれは当たるで。なるほど。あ、ほんまや、エースバランスがやっぱちょっと、あれよね、当たりやすくなってるかもしれないですね。そうですね。相方デブやんって言われた。相方デブやん、もうやばヒデブやん、ヒデブ。ヒデブ言わんとってください。デブがもう獣やけど。わ、来た、炎上したわ、炎上。ここから上がるときあるもんね、プラチナの方にね。さあ、プラチナやわ、プラチナ。もう当たっちゃう、困ったな。ヒモさん、あの人、あれちゃん、あの仕込みちゃうのこれ。あ、愛が違う、愛が。でも青不良やけどね。当たらせ、ここから変わるんですよ、歯ブラシ。それアマデジやから似せてるだけっすよ。さ、私もまだこれは売ってないんやけど、結構あの隣がね、この台やったんですけど、緑不良で、このプラチナ外れてたけどね。ほい、今ちょうど緑やけど。そういうことなんですよ。赤、赤保留やわ。あ、赤保留、もう赤保留やわ。しかもあなたの好きな羽川さん、もう翼ちゃん、これね、あの私の好きなところに触っていいチケット欲しい。どこ触りたい、どこ触りたい。二の腕。二の腕かよ。プニプニ、プニプニしたい。したい。デブと、あ、デッパとデブのコンビと。今もうデブから言ったよ。え、これあれちゃう、発展しないの。これこっち行くやつするでしょ、こっち。スーパー。あ、熱い熱い熱い、相当熱いよ。海木さん、これ海木さん、これはもう当てとかなあかんやつでしょ。スーパーリーチ選べるやつじゃん、これ。来た来た、翼クライマックスがいい、決まってる。忍スーパーあるやん。いやいやいや、翼クライマックスに決まってるじゃん。海スーパーもあるよ、ええの。いや、翼でしょ。あ、そう。羽川、うわ、でも白やな。いや、これ、あ、翼選んだから白なんですよ、ね。あ、そうなの。そうそうそう、絶対言うっすよ。お前、いや、ほんまやな。赤いやるんじゃん。あれ、またちゃうの。あれは、あの、うん、翼じゃなくて、その翼クライマックスの方やったら赤なんです。あー、さっきのね、スーパー、そうそうそう、後半ね。クライマックスは全部赤で、通常後半は白なんですよ。あ、そうなん。そう、チャンスアップじゃない。あ、赤や、赤と後半。当たった。早いね、何回転、2回転ぐらいじゃん。2回転ぐらい。ありがとうございます。気持ち悪いから帰れ。当たった不正が行われております。これがデブと痩せの違いです。そこな。デブは回すよ。結果にコミットしたから。早かったな、赤保留。ありがとうございます。まあ、偽物おたりのデジハネはちょっとこっからが大変なんでね。いや、楽勝でしょ。ここで、時短が確か、初期時短が、何回だっけな、30と50、20と50か。20、50、100。まあ、大体20か50よね。そうですね。で、ここで、95分の1引かないと、右打ちの 100%ST にはならなかったってことかな。おっしゃる通りです。ST は ST 続くけど、あの、電サポが作らへんね。まあ、ね、潜伏になるんでしたっけ、確か。そうです、そうです。ね、まあ、ここで100回取っとけばね、楽ですけど、まあ、大体20回多いんちゃうかなと思いますね。頼む、50でいい。欲張らへん、50くれ。もうだいぶ欲張ってんじゃん。お願い、50ちょうだい。ありがとうございます。不正が行われております。50あってもね、当たらんかったら一緒なんで。確かにね、95分の1やから。いや、でもやっぱ視聴者の方に見てほしいから当てとかないとね。そうなん、だいぶ気持ち悪い映像になってるみたいけど。オタクが。いや、やっぱ詳しい方がやっぱ面白い。まあ、それはもちろんね。
でここで、ST50、100回なんですけど電サポが50回しかつかないんで、まあ、ここで当てないとですね、はい、仕事ができるデブなら許す仕事もできひんデブやからこらこらこらあの動きは俊敏俊敏やね、動けるデブということで、ね、動けるデブ、はい、正店長綺麗にデブはいらんってことで、綺麗にデブはいらんあまあ確かに塩レンジャー言うてたぐらいやからね、そうそうそう、僕も痩せましたしね、ほんまやね、だいぶ、でも1年もたあれよね、かかってないよね、2ヶ月で15キロぐらい、ね、痩せすぎでしょあ、来た、もう紹介しますわ、これでも、カレンちゃんはあかんのちゃうかったっけ、基本でもカレンちゃんちゃいましたっけ、あれやね、あの月日ちゃんはプレミアやったっけ、そうやったはずなんですよね、こっちはわかんないですけどね、ええ、じゃあペヤング駆け抜けたら乳首低周波お願いします、やばいでしょ、やばいでしょ、罪重すぎるでしょ、こんばんは、ペペヤング、ね、萌え豚はやっぱ太っててなんぼって言われた間違いない、完全に偏見やけどね、あじゃあ一応、ベヤンゴさんこれ ST 中なんでね、ちょっとレンジャン見してもらいたいところですけど、当たれ頼む、もうここで当たったら幸せ幸せ幸せそのままないでしょう、あまあまあしゃあないね、カレンちゃん強いし、まああと ST 中ね、あの偏りというか、振り分けが1650で4が50やったっけ、はい、まあこれね、あの2分1やから当たったら本当16ばっかり引けたら、いやほんまにそこの引きだけ弱いですよ ねちなみにプライベート売ったんでしたっけ、これはそうですね、はい、もうダメですこれはこれはもうもうあかん、遠隔の香りなんでやすぐボタン押してくれじゃんじゃあコメント行こうかな、このちょっと今の出玉が456っていうのがいいですね、あほんま456発、はい、これがもう狙ってたなっていうね、なかなか難しいです、難しいと思う、はい、こんばんは、重度のクーちゃん中毒者です、クーちゃん、はい、手元気か、まあ元気そうですね、相変わらずなかなか、そうですね、お、ベヒモさんも一応バトルは行くね、これ何これ何これ、青保留当たったわ、これ死闘開始で、勝てればもう当たりですけどね、ほんまに、そうそうそう、やっと来たよリーチ、岩手からこんばんは、お、期待度3つはボディナシードレインされてる、やばいやばい、ペヤング痩せたんは病気でって言われてるけど、いや違いますね健康を意識して痩せました、そう、ね、ストイックに行きましたね、ギガマックスを太らせ、あ、食べさせて太らせようぜってね言われてますけど、ギガマックス、ペヤングですか、はい、ペヤング20キロ痩せてちょうどええ具合やろって言ってる、そうですね、今でちょうどいい、本当に健康診断に行ったんですけど、はい、病院の先生に今がいいぐらいやからリバウンドに気をつけてって、あ確かにね、まあ、食生活だけちょっとね改善したということで、朝昼は食べるけど夜はあまり食べないようにしてるって言ってたね、そうですね、少林寺健康少々、ほんまかよそれそればっかりや、ほんまや、ペヤングのエビ食べましたかって言われてますけどね、ペヤングのエビ、エビ味ってことかな、食べてないですね、今ペヤングの方がいっぱい味また出てましたね、新しいので、鹿島よりこんばんは、お、しのぶちゃん出てきた、あこれはちょっとチャンスじゃない、バンプゾーンでもこれリーチならないでしょいつも、そうやね、ちょっとまあなったら熱いけど、お願いならへんよねこれ、だいたいあれよね、そういうなんかこうリーチかかったら当たり系のやつって出せ多いですもんね、そうですね、ダイエット方法教えろってことで、ダイエット方法です、運動はしてたんですか、一切してないね、もう完全にあの食生活だけ、はい、らしいよ、みなさん、お、人会しやんこれ、歯磨き歯磨きのやつ熱くなかったって、熱いちょっとこれ焦点させたらええよね、はい、そろそろもらっときますわ、はい、ダイエットのきっかけって何やった、お、4熱い、ダイエットのきっかけですか、きっかけなんか言われたとか、そうですね、あんまり、え、というかそのゴルフを最近上手くなりたいなと思ってやってまして、はいはい、ふと鏡を見た時にデブってたんで、これは上手くならんなと勝手に思ってたんだけど、そこなんや、まあ見た目大事やけどね、いやそうですね、ちょっと見栄え悪いなって自分で感じだったんです、ベヒモ様今緑保留着てるけどね、なんかめっちゃ俗なってる、外れた、おい歯ブラシ折れたぞ外れろって、今日設定付きバルブレイブで37連した後にもう少し粘って打って22連してこの機種初の万発超えできました、すごいですね、設定付きで万発はすごいんじゃないですかね、おめでとうございます、すごいですね、いい設定やったかもしれないね、カウチカーってね、
皆さんこんばんは、秋田から見てます、まいまいシールありがとうございました。あーシールね、遠方の方はね、各店長シールが欲しい方はね、ご連絡くださいということで。へーすごいですね。そうそう、ツイッターではご案内させてもらったんですけど、僕のシールも。ほんじゃペングシールあったっけな。よかったらキャラクターでシール作ったんやんちゃうの。実写シールいらんわいらんわ。作りましょうか。作ろうか。3パターンぐらい。3パターンやる。やる。どんな格好する。じゃあ少林寺拳法の構えでいいですよね。少林寺拳法やってる人に怒らへん。大丈夫。ちょっとほんまにやばいかもしれない。ヤグ帰れ。これ少林寺解散でしたよね。よ解散したろ。解散というか一人脱退したんで。あ、今何人。3人だったらでもできるやん。え、誰が少林寺なんですか。ちなみに今やったら吉村くん、野川、吉村、岡本。岡本あれ塩入るん。岡本ちゃん。岡本あれ塩入るんすか。前回の岡本ちゃんね。ヤクザバージョン。言われてね。髪の毛はちゃんとくるくるにしてください。実写シールいらんわ。あーどっこい流れてる。外れろ。あー抜けちゃいましたね、いよいよ。あー意味ないっすね。でもあと50回はあれでしょ。潜伏じゃ多かったっけ。言うて潜伏でも確率4しか変わらないです。あ、そうやね。95分の1やもんね。そうなんですよ。いや意味ないと思ってるかもしれんけど、まあ、最初は入らんのよっていうのを見せてから、まあそうだね、本場のところのパチンコっていうのを見てほしい。やっぱり視聴者の方にさすがやわ。なるほど。俺は他とは違うぞと。まあ、ネオ姫時点でね、ユーパチこの偽物をやらせてもらったんですけど、ちょっとね、当たらなくて。それだけは意味ないですよ。そうで、まあ、ギリギリで確か1回当たったんやけど、結局まあ、やっぱり時短で、時短というかね、ST でも当たらなくて、そのまま終わってしまったんですけどね。いや、やっぱ面白いですよね、サミーの甘デジといいますか、ユーパチは。まあ、偽物語はかなりね、半券、まあ、人気もあるんですけど、演出上手に作ってるなと思いますね。すごいですね、これ。はい。巨神風景で、ニーユキチストレートで飲まれて、店変えてやったら4連単食らって、さらにニーユキチ消えました。やばいな。今日はじゃあ、あれやね、新フォギアちょっと、振り向いてくれへん日やったやな、多分な。そうですね、新フォギアの調べちゃんですね。あ、調べちゃん派。いやー、未来ちゃん派。ミクちゃん。ミクちゃん。嘘。可愛くないですか。僕キリカスはキリカ。キリちゃん可愛いね。ドーナツ保留入ったやつ。ドーナツ保留いいんじゃなかったっけ。いやこれでもね、青ばっかなんですよね。緑でも一応チャンスなんやったっけ。そうですね、青以上。ミクさん強いからな。そう、ミクさん強いんですよ。なかなか勝てないよね。あ、ペヤング駆け抜けたから乳首低周波はよう。やばいやばい、乳首低周波はやばい。ペヤング2個のままあってたんや。喋り倒してる。あ、緑、ちょっとチャンスですね。ちょっとね。あとは同行版赤とかやったらちょっと期待あるかもね。2ドッキぐらい。あ、昔のペヤングや。でいつになったらニキさんにマクドを持っていくんやって言われてる、ね、ちょっと痩せてもうたんでね、マクドを買わないんですよ。あ、そう。別に普通のペヤングとかでもいいんじゃないの。ペヤングも出たら怒られるでしょ。あ、そう。そんなんいらんわよ。マクドフレーよ。今日6が今日 CG って出っ歯主任時代のペヤングに戻ったんだね。いや、そうなんですよ。健康な時の僕に。確かに。福島からこんばんは、ペヤング帰れで、ね、最低気温9度なのに海行けるかって言われてるね。いや、ちょっと9度、10度切ってきたらちょっときついですね。9度、9度は無理やね。店長やったらいけるっすよね。いや、無理や。そういうのは。あ、無理っす。そういうの、体力系じゃなかった。羽川翼チャンスは。なんか今日羽川さんばっかりやね、ペヤングさんの代。いや、楽しいですね、これが。これまた会計さん出てきたら熱いけどね。いや、出てこないですけどね、あれ。なかなかね。はい。あ、ナイトクラブおる。来ましたわ。ナイトクラブ。ペヤング店長いじんのやけど、彼女いるリア充なんでペヤング店長勝ちやねんなって言われて。どういうことだ。勝ちではないと思うけど、まあリア充やから俺ら負けたみたいなね。そんなことないですよ。当たらなかったら海にダイブと聞きました。海にダイブ。どこ、この辺あんま海ないけどな。それ撮って誰か見てくれますか。あ、じゃあ別ロケにしましょうか。じゃあマイマイちゃんと撮ってよ。あ、撮る撮る。大和川じゃあそうしようか。その気候団の CM の時いつも僕のダイブ映像流してよ。やる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 わ。キレ売り割りの SNS 貼っときや。こんな僕と一緒に働きましょう言うて。いいな。めっちゃおもろいや。多分常務に怒られてるな。怒るかな。おもろ
いって言われへんかな。いや言ってくれたらいいですけどね。いやおもろいちゃう。はい、鈴宮春日導入者でしょって言われてるね。そうなんですよ、一パチですね。一パチンコに鈴宮春日名機やと思ってます。いや実は、まあ、今日ね投げるとかっていう話で春日もいいんちゃうみたいな話なんですけど、春日も面白いですもんね。あれわし名機ですよね。そうそう、まあでも最近ねやっぱ道着のお店がもうちょっとだいぶ減ってるんでね、あのなくなってるお店も多いからいいかなと思ったけど、でも最近なんか春日やったらなんか当たってる映像を見したことがないなと思って最近。いやそれこそやったらよかったですね。ほんまやね。まあ次回やったらじゃあちょっと考えようか。はい、明後日やります。ねえ、ペヤングまさかとは思うけど、ライトミドルに当たり回数負けたらアイスバケツやれよ。アイスバケツ何？昔流行ったじゃないですか。あの水と氷入れたあのーやつを上頭からかぶるやつ。ダチョウクラブ的なやつだよ。そうそうそう、店長好きなやつですよね。俺の好きなやつやな。ペヤングさん体力あの体張る系やったかどうかちょっと忘れたけどな。いやあの昔は体張る系でしょ。あ今は分かんの。今はちょっとあのダメージがでかい。もうちょっと30になるから。そうなんですよ。守りに入ってる。いやでもヤマトガーダイブはなんとかできます。ヤマトガーダイブあちょっと浅瀬のとこでね。いやそれは痛い。痛いか。できれば深いとこ。深いとこがいい。マイマイが大見舞子まで連れてってくれんやったらやります。どういうことやん。大見舞子大吾いつリバウンドするか楽しみにしてるって言われてるね。結構でもねこう見えて期間経つんすよ、痩せてから。あそっか、結構あんま食べへんすもんね。そうやね。あほんまにストイックにやってはんねんな。でもお昼ご飯の量尋常じゃないっす。まあでもねお昼食べてからその夜寝るまでもだいぶ時間が経ってるからね。そうなんです。いやでもやっぱり夜前に巻くのが一番うまいですよね。まあ、夜寝る前に。それ分からんでもない。説得力あるもん。マイマイが言っても説得力ないけど。どういうことやん。私でも寝る前まあまあ食べてるけどな。マイマイも骨やん。いやそんなことない。そんなことない。この骨そんなことない。それはベヒーモスに比べたらねちょっと。ベヒーモス3体分。そんなことない。急に寒なったからデブは大事な暖房用品とかね。いや、でもデブは地球温暖化の原因です。そうだ。ペヤングさん最近海売ってますかと言ってるけど。ね、海物語つい最近打ちましたけどね。打った。最近は何売ってるんですか、海はシリーズ的に。いや僕やっぱり好きなのが沖縄なんですよ。あ、沖海ね。沖海派なんで桜ライト。あ、なるほどね。がメインで、はい、たまにあの天の方の。なるほどね。アグネスとか打たないの？アグネスね、ちょっと、まああれ大海やけどね。そうなんですよ、僕大海がそこまで好きになれないというか。ああ、じゃあ沖縄派って言ってたもんね。はい。あ、ハレさんはあの一応あのプチの方入りましたね、ファイヤーゾーン緑保留、あちょっと弱いか。パテンシーフでもあれやりたいですけどね、あの泡バイブして魚群に変わるやつ。ああ、なるほど。あれ沖縄はついてないんやったっけ。それは沖縄はまだついてないんですよ。ねえ、ハレさん稲妻はまだ解散してないの。稲妻稲妻ってなんや。稲妻なんやろ。それって昔のバンド名じゃん。そう、あ、そうや、稲妻じゃないっす。何やったっけ。なんか言ってなかったはずっすよ。あ、そうか、検索してくださいって言ってたんやったっけ。そうそうそう。で、見つけたって人がおったよね、確かね。いや、でも稲妻じゃない。稲妻じゃよかったよね。何やったっけな。そうや、そうや、サイト時代言ってたな。ヒデブマルじゃなかったっけ。それも違う。チームヒデブマル。ヒデブマルここに来て言われましたね。初めて。そうや、バンドの話しとったら YouTube があったわって言ってたもんな。そうそうそう。週に一度絶食日を作るダイエットはどう思いますか。ね、絶食もやったんですよ。あ、ペヤングさんはやった。続かないんですよね、やっぱり。あ、我慢できんな。続けないと痩せれないんで。それ言うてあげて、今筋トレに目覚め始めた店長たちに。あのアズマックスですか。アズマさんとかね。あと誰やったっけな。誰かもやったりとか。それも思ったんですけど、うん、筋トレは、うん、あの痩せた後にするべきやと思うんですよ。あ、一回脂肪落としてね。そう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 。うんうんうん、やっぱ脂肪だけ落ちてもちょっとだらんってなるんで、その後筋トレやったら分かるんですけど。そうやね、脂肪ついたまま筋トレやったらそのまま筋肉になるもんね。そうそう、意味ないんちゃうかな。でかいまま。そうそうそう、ゴリゴリになるだけ。そうそう、この間生手放送で言うてたよ、ジム行き始めた言うて。ちょっとほんまにね、そういう見かけ倒しだけはやめてほしい。見かけ倒し。いや、まあ、あとはダイエットというかね、あの筋トレ成功してるのはあの豊中南の奥村店長かな。奥村店長ですね。は、もう常にお腹見せてくるから。やばい。見てくれ言うて。露出狂やもん。そう、シックスパック見てくれ言うて。そうそう、あの人もうまいことね、筋トレできましたけどね。ほうほうってね。
ペヤングさん飲み物普通にジュースとか飲んでんの？ね、それいい質問やとすごい思うんですけど。質問だ。それが一番いい質問やと思う。マリ上から。じゃあ教えて。一日一本絶対続けてるもんがあって。もう何何？そのダイエットやり始めてから特茶。ああ特茶ね。特茶を毎日飲んでます。今も。あれ苦いやつ？ね、それが。ちょっとしたらあれが一番美味しく感じてくる。ヘルシアのやつ？ヘルシアではない。あ、特茶の方ね。特茶。イエモンですね。特茶は。あ、そうなんや。あ、緑で行ったよ。これ、また結構熱いと思います。やっぱユーパチやね。演出結構発展多いね。これボタンやったらちょっと辛いね。あ、ボタン辛いな。ほうほうほう。私も飲んでる。でも痩せない。特茶は基本朝飲んでますね。あ、朝。まあタイミングとかもあんのかな、まあ、あとはやっぱり食事かなと思うけど ね、 そうですね、やっぱ一番でかいのは食事やと思いますけど ね、 ねめちゃめちゃお腹空いたらサラダを食べて OK みたいな感じにはしてます。サラダはなんかあるの、こう何やったっけ、ドレッシングはこれ使わないとか。いやそれはないですけど、基本的に僕が気をつけてるのがカロリーなんです。はあはあはあ、そのカロリー数を見て、うん、基本的に200キロカロリー以上は絶対あかんと思ってる。夜は夜は。あ、なるほど。まあ、あとあれよね、その例えばスタッフさんとご飯とか行くときはもう食べる言ってたもんね。そうなんですよ、その絶対ずっと我慢はできないはずなんで、おうおう、その適度に食べるときは決めといて、みんなでご飯行くとかいうときはほんまにもう我慢せずに食べる。で、まあ後で、まあ、ちょっとね、減らしたりとかするんですよね。そうですね、あの時食べたしっていう風に我慢するっていう。あ、そっか、空腹で飲むと特茶気持ち悪くならないですか？そうなんですよ、気持ち悪くなるんですよ。なるんかよ。あの朝ごはん食べた後に溶けちゃうの。あ、まあ、朝食べる言ってたもんね。そうなんですよ、朝は抜かない方がいいと思います。まあ確かにね、朝はしっかり食べた方がいいって言うからね。確かに、白浜ダイブお願い。白浜ダイブ和歌山行かながい。ベヒーモさん、夫婦関係良好ですか？ありがとうございますね、良好。いや、嘘、ちょ、それだけ良好っすわ。これ、ファイヤーゾーン行く、うん、行くね、ファイヤーだけ、行くだけっす。行くだけ、それ行くだけのやつ。夫婦関係良好なだけ、めちゃくちゃ良好。それ良好なだけ、ラブラブ。良好なだけってどういうこと？ラブラブっす。え、奥さんまだサイト行ってんの？いますよ。あ、ほんまに？あの、サイト行ってないで、一番可愛い女の子が僕の奥さんです。あ、なるほど、はい。まあ、名札見たら分かるけど、ね、簡単簡単。一番可愛い子。じゃあ奥さんね、もしサイト店行ってるお客さんもおったらね、多分奥さんまだ行ってるからね。それファイヤーゾーン行っただけっすよ。ペイザップって言われて、見て見て、あっち見て、あっち、なんかおるね、もう帰れよあいつ。なんか不審な動きしてる人一人おるけど。実はあれやわ、寝屋川みなみ確か今週配信やったはずやわ。やつやな、これほんまに行っただけやわ。あ、弱いっすね、これ行っただけのやつ。あら、じゃあペヤング琵琶湖ダイブお願いします。琵琶湖ダイブ。琵琶湖やばいな。ペイザップ、ね、台が騒がしくなってきた。まあ確かにね、2台とも割と演出増えてきましたね。信じて明日から朝ごはんの後特茶飲むようにしてみます。あ、ぜひともやってください。ほんまになんか、あとこれちょっと汚い話になったら申し訳ないんですけど、どうぞ。あの、便が良くなります。あ、まあまあ、お通じがね。そうそうそう、全然違いますね、あれ。確かに女性とかはね、こう、便秘の方で、便秘で悩んでる方多いと思うんだよね。一回その、便秘の方は試してほしい。その、オーラクとかもいいと思いますけど。まあでも、薬やっぱ頼るの嫌やっていう人多いですもんね。特茶はほんまに一回試していただきたいなと思います。じゃあ皆さん、皆さんというかね、ちょっとダイエットと、便通で悩まれてる方は、ぜひ朝に朝ごはん食べた後に特茶を、はい、やってみてください。ぜひとも感想を聞きたいですね。僕だけやったんかどうかって。そうやね、肌のツヤどうなる。あ、ペヤングさん痩せてから肌のツヤどう。僕肌のツヤなかなか綺麗って言われるんですよね。本当。誰に言われるんですか？誰に言われたことある。 あれ彼女、翼ちゃん、羽川翼ちゃんとかでよく言われるんですけど、夢の中で。いや、そう、肌のツヤ綺麗だねみたいな。ああ、言われる。言われますね、よくは。まあ、まあ、まあ、痩せたらね、ちょっとこう、なんやろ、シワが増えやすいっていうのは聞くけど。あ、でも僕ね、顔がそこまで痩せてないんですよ、多分。あ、顔はそのまま。そう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 。あ、まあ、体型はね、だいぶほんまに変わったけどね。最初ずっと言われてましたもん。顔が変わらへんな。顔が変わらへん。確かに、顔から痩せるタイプではないんかもしれない。そうですね。やっぱ首はめちゃめちゃ細になりましたけど。あ、でもまあ、まあ、激痩せしすぎたらね、やっぱその、カルビが出る。赤、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 
あ、会でこれ書いてあるから会行きますね。でもまあ言うたかでね、ペヤングさんまだ2回、1回しか当たってないからね。いやいや何言うてるの。あ、翼選べるどんだけテンション。これは翼選べる。どんだけテンションあるどんだけチケット欲しいんですか。お前チケット欲しい。幸楽初めて飲んだ時夜中ずっと吐いてた。いやそうでしょうね、あれ相当きついらしいですもんね。一応カンコ、あ、軍出た。お前軍出てるわ。軍出ただけ。これ軍出ただけ。軍出ただけ。かわいいなぁ。ほんまに翼押しないやな。カレンちゃん、月日ちゃんのチャンバードのやつやん。ほんまやね、選べるどんだけって。痩せてほしいなって思ったことない。あ、痩せて寂しいなって思ったことないですか。このまま当たんちゃう。これ当たった。ほんまや、さすが。当たったあれやね、ユーパチやね。ペヤングさん、痩せて寂しいと思ったことない。寂しい。なんか硬い地面に座ったらお尻痛くなったり。あの、ないですね。その太った時に、はい、そのズボンが入らなくなるのがすごい嫌やったんですよ。あ、なるほど。逆にそのなんていうの、昔は痩せてたんで、うん、その感覚に戻っただけというか。まあでも服も全然合わないでしょう。そうなんですよ。ただそれはその服買うのが好きなんで。あ、そうやね。どっちかというと嬉しい。まあ、あとは痩せた方が、ファッションっていうかね、服のこう着る幅が広がるから。そうですね、あれはいいよね。ワオ、外れろって言ったら、ヤング話聞けこう、あの羽川さんって、あ、20回はやばいな。20回ってそれだけはやめてほしかった。20回で95分の1はまあまあしない、ね、当てるんですね、店長。当てる、当てるんです。もう外れたの見たんですもんね。ほんまや。いや、ベヒーモンとか仕事せえへんから、ちゃんと店長まあ言うてライトミドルやからな。いや、重いっすわ。ライトミドルで1時間って当たらへんとか、もうパチンコわかんない。まあまあ、1時間で当たらんかったらもう帰りたいね、確かに。新米、井戸水、ガス釜のトリプルコンボで飯がうまい。あ、めっちゃうまそうですね。うまいな、確かに美味しいね。2連単はミッションでプラス5キロやろうってやつ。え、5キロ5キロ増やすってことじゃない、ちょっと1日で。でもどうやろう、水がぶ伸びしてあのペヤングのギガマックス食べたらまあまあいくんちゃう。いや、いくでしょうね。もうそれが嫌ですもん、だってね、パワハラ。ペヤング秋の海へ飛び込み宣言いただいたんで CM 楽しみにしてきます。あ、 CM 作りたいですね。でもそういうの、いや作っていいよ。あ、作るよ、ね、うん、今練習してるから作るよ。全然面白そうちゃいます。ちょっとあ、これ熱い、人が食える。あ、ほんまや、いいね。ただフラッシュ白やけどどうですか。いや白でもね、うん、案外当たるんちゃいますかね。赤やったらほぼ当たるぐらいで。ほんまにお願い、当たってっていう願望つき。ほら、勝てそうよ。あ、赤や。これでもさっきこれや、折れてなかったっけ。折れてた。さっきは歯ブラシ折れてたよね。そういうパターンもあるんですよっていう紹介やったんで、ね、食事だけでマイナス20なるんだってね。妊娠線的なのつきましたか。あ、それがついてないですね。あ、いい、よかったですね。それ僕も気にしました。バイバイは痩せすぎ。全然痩せてないね、普通やね。今日も会議室からこんばんは。でね、プチであったの、ね、村井監督のように徐々にリバウンドするに一機構ってやってる。あー、折れちゃった。ちょっとカレンちゃんには嫌われてますね、店長。ちなみに明日、あれやからね、村井監督の配信あるから。村井師匠ですからね、僕から。ちょうど先月やり、ね、あの久しぶりに村井さん出ていただいて、明日でちょうど1ヶ月ぐらいなのかな。どんだけ戻ってるかちょっと確認したいけどね。ちょっとずつ戻ってきてるって噂は聞いたけど。戻ったらあかんよね。ええ、最近ニコ生には美男美女しか出てないのに今日はって言われて。あれ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 、おかしい。当たったっすわ。あ、当たった。行きましたね、佐伯さん。当たったっすわ。ボタンやけどな。関係ないっすわ、これ。関係ない。はい、当たるんすね。当たるんす。これがアイス。ネオ姫路はね、副主、あ、主任も男前やったしね、店長も綺麗な方やったからね。ありがとうございます。え？ここ姫路やったっけ。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。声だけな、声だけな。終わっちゃった。おい、終わっとるやないか。20回で終わる、この当たるんす。ペヤングさん、もしリバウンドしたらダイエットするとき毎日同じポーズで、写真撮って変化楽しまして。あ、それ面白いですね。そうそう。あ、回数パーいた、しかも3点やん。当たったさ。もうあの偉そうな感じがあんま好きじゃないですよ。これ怪奇さんのスーパーやからかなり熱いですよね。当たったっすわ、嬉しいっすわ。あのセリフというかね、下の文字赤やし、テロップ赤っすわ。ただ緑保留だけ怖いけど、ね、嬉しいっすわ。当たるかな、おめでとう。当たったっすわ。これは当たるんす、笑う。
この前マックスみたいなユーパチの放送ありました、ね、そうやね。ハレさんはダイエットする気ありますか？ありませんすわ。ありません、今んとこね。痩せる意味ないっすわ。痩せる意味ない。え、サイト時代と比べたら今どうなんですか？プラス20ぐらいですかね。え、そんなに20いってないぐらい。そんな増えた？増えたっすよ。さすがベヒーモスやな。はい、ね、筋肉、そうそうそう、ダイエット成功したから言うねーとね。ベンゾーさんはポークビッツだから。おめでとうございます。おー、もう当たったね。簡単そう、店長。ちなみにナイトメドルはね、100倍 ST ですから。100倍 ST、しかも3なんでね。もうこれ3連したらね、ペヤングさん抜けるから。当たり回数でも勝ってしまうという。お前やわ、下克上やね、完全に。いや、これも外下克上。いや、3連したらね。おめえって、プラス20キロ、そうやってね。ペヤングは嘘つきだし、わあ、おめでとうって。嘘つき言われてるね。もしかしてお腹にお子さんいますってってね、晴れさん2人ぐらいおってもおかしないですよね。双子おるかもしれんわ、間違いないわ。さあ、これでペヤングさんは一応2連勝ね、今のとこ。そうですね、いや、そういう台なんですね。まあまあ、まあ確かにね、デジハネの方の偽物語は割と、そうそう、あの単発は多いですね。ゆっくり楽しむ台ですよ。めっちゃノリノリになってる、ベリボス。見栄え悪いっすわ。楽しそう。やっぱりみんなこのプラチナディスコやったっけ、ね、が好きなんですかね。いや、僕はステーボーステーボーが好きなんですよね。誰のこと、翼ちゃん、ちゃん、ちゃん。めっちゃ、めっちゃ頭揺れてんね。ST はどっち派ですか、ハレさんは。いや、歯磨きしたいんですけど、ね、あ、歯磨きはあれもね、3年以上やったっけ。言葉かな、当たるんすわ言うたら当たんのかな、偽は。当たるんすわ言うたね、簡単すわ。で、緑でも当たったね。人間的にもペヤングより上やって言うた。え、そう。させ、それだけは許せへん。させ、ねえ、いや、やっぱりババコンがペヤングとね、こうすごい個性的な上司と渡り合ってきたハレさんですからね。どっちが個性的、ババコンガと。え、ちょっとババコンガって誰ですか。池田さん。ババコンガ池田。あれですね。はい、あのペヤング店長の方が個性的ですね。そう、ほんまに完全にババコンガ個性的や。圧勝っすよ。顔でかいやん、ババコンガ。確かに、東さんとどっちが顔でかいねっていう話になってね。あのババコンガ圧勝しましたから、ね。いや、そりゃそうでしょ、めっちゃでかい。いや、むちゃくちゃでかいっすね、顔は。でも顔って個性じゃないじゃないですか。うん、確かにね。はい、あ、顔個性、顔個性ですか。個性、個性。まあ、ペヤングさんはどこにおっても分かるような顔してるよな。そうですね。人の中で、ね、人混みおってもね、目立ちたい、うん、よう分かるよね。だってペヤングマック持っていくっていう約束守ってないから、そりゃ人間的に下ですよ、誰だ。そこ、いや、でもニキさんが言うてたね。でも、だいたいそのヤオの配信の時が会議前が多かったから。そうなんですよ。ちょっと無理言えんかったけどって、今度は来てもらおうかな言うてたよ。やばいやん。そうそうそう、はまあ、あれやったらヤオ VS 綺麗でやれを言ってましたよ。いってらっしゃいませ。一人ハレさん行ってあげてや。マクドだけついていくぞ。あ、そう、マクド買ってきて、あのペヤングさんに買わして。そうそう、でついでにハレさんも買ってもうたやね。そうですね、うん、いつもや。いつも。ごちそうさまです。ごちそうさまです。え、ペヤングさん、ハレさんってどれぐらいの量食べんの、何円分ぐらい食べんの。それがね、見かけ倒しって言うと。あ、そうなん。いや、ほんまにマクドは1000何本か食うんですけど、おう、それ以外全然食べないです、ね、あ、ほんまに、はい、あ、じゃあ、ああいうこう、例えば中尾とかね、松屋行っても、いや、普通です、大盛りにサラダで終わりって感じですね。あ、ほんまに、はい、1000円いかへんぐらいやね。じゃあ行きますね、松屋とかやったら。マクドは絶対買うもんあるんすか。あるっすね。何、ポテトの L と、あ、はいはい、で、江口と、あ、江口ね。で、季節のバーガー、なんかそう、あ、今やったら月見かな、もう終わるんか、月見、はい、と、あと、ダブルチーズバーガーの、お、あの、パティバイ。夜マックのやつやね。はい、で、それにマックナゲット5個行くか行かんか。あ、まあまあ食べるな。はい、で、あとビールですね、以上です。現場からお送りしましたみたいな。ペヤングさん、それ横で見ててどうなん、食欲そそられへんの。いや、あんまり一緒にいたくない。一緒にいたくない。影響されるでしょ、だって。いや、僕そんなの、その痩せてから胃が多分小さなってるんで。あ、そうか、そんなに食べれへん。最初買うときは、はい、めっちゃ買いたいな思うんですけど、おう、いざ食べてみたらもういらんわ。そうやね、口にしたらね、もう、確かにね。ハレさんめっちゃ食べるやん。マクドほんま好きなんですよね。ハレさん食べ過ぎって、ね、言われてるね。
ハレシュニンが食べてるのか、はい、ハレシュニンが食べられてるのか、わけわからんすね、もうそれ。だって池田は刑事に強いからってね。まあ、あのババコンガさんも京都行かれてからね、ちょっとニコ生やる機会なかったんやけど、森口とかおった時ね、市場なっておった時はだいぶ引き強かったからね。確かにすごかったね。でもペヤング店長痩せちゃったから個性死んじゃってるって言われてるけど個性が死ぬ、この僕が死んでしもてるって初めて聞いたけど、いいっすよ、痩せるのは。ねえ、ハレさん食べ過ぎやって。ペヤング今度ペヤング激辛マックスエンド食わそうぞって言われて。マックスエンド、めっちゃ辛いやつ。いや、あれね、普通に痛いですからね。そうそうそう、もう美味しいとかのレベルちゃうからね。今のコメント、ペヤングうまくないって言われて。うまくないねえ、江口いいよねって言われてるね。江口、でも江口3口ぐらいで食べてますよ、いつも。そう、めっちゃ早い。いや、まあ3口あればいけるでしょ。いける、うん、パクパクパク終了みたいな。まあその調子で多分バーガー系は食べていくんやろうな。バケモン、私は寝る時間帯がちょっと昼前とかになるから朝マックがね多いんですけど、最近朝マック暑いっすよね。そうそうそう、暑いっすわ。ソーセージエッグマフィン、あ、わかるわかる、一緒一緒。あと、もし食べれるんやったらホットケーキ単品で食べるけど、ね、あ、うまいですね、あれ。熱いっすね。そうそうそう、熱いっすね。食べる食べる、確かに。いや、マイマイ痩せすぎやん。じゃあ、食べとるからじゃん。草しか食べてないなんでやねん。私、草食べ、逆に食べられへんからね。草食べれへん。うん、サラダ苦手なんすよ、やっぱ。そんなんないから、うん、あるある。サラダ苦手とかあるある。ちょ、生野菜ちょっと苦手なんで、ね、玉ねぎドレッシングかけたら何でも美味しいから。あ、まあそれ分からんでもない、分からんでもない。あとごま、ごまね。いや、ごまは違う。ごま、なんでやねん。ごまは美味しいわ。なんやろな、サラダだけっていうのがちょっと難しくてね、ちょっと食べにくいよね。え、本当っすか。ほんじゃ、あれ、シーチキン入ってたりとかコーン入ってたらいけるけど、サラダに、うん、生ハム買うんですよ。で、生ハムで包んでサラダ食べてみてください。焼肉のあれみたい、チシャみたいな感じ。トルティーヤ的にするんですよ。トルティーヤどの口がトルティーヤ言うねん。トルティーヤ的にする。似合わね。似合わへんな。ザ・日本人の顔してるから余計似合わへんな。いや、こう見えて大学の時はフランス語専攻してましたね。ちょっとフランス語で自己紹介お願いしていいですか。ジュスイジュンヤタジマン。おう、おジュスイは私はって意味です。おう、フランス語には男性名詞と女性名詞があるんです。ほうほう。なんで何かの単語をつける前にルかラをつけるみたいな。へえ。それが覚えるのがめちゃめちゃ難しい。覚えるの難しいんかよ。いや、なんでこれが女性名詞なのかわけわからんけど。おうおう、わかります。ペヤング、そんな甘いもんばっか食ってるから太るんやって。甘いもの、甘いもの。どこに甘いもん出てきました今。わからん。最近甘いもんも食べてるんすか。甘いもんね、甘いもん。だから何食べたの。スイーツ。あ、でも僕ね、うん、コンビニのデザート好きなんです。へえ。よくスイートポテト食べてます。スイートポテト。お芋さん150キロ。あれ、ベヒモさん。こういうことっすよ、こういうこと。しょっぱいな。辛い。せっかく抜けるチャンスやったのに。最後 のナレーション誰やった。マヨイちゃん。マヨイちゃん、ほんまに意味ない、そういうとこや。そうそう、マヨイちゃん出た時点で、あ、終わるなって思ったんやけど。ごまどれ美味しいよね、美味しいよね。ペヤングは生ハムでお腹痛くなればいいのに。ペヤング帰れ、イラって言われた。あ、フランス語の男女のやつは分かるわってね。日本人的にはよう分からん。いや、そうなんですよ。そのやってるやつやったら多分分かると思うんですけど、めちゃくちゃ難しいんですよ。あれ、どこやったっけ、タイとかもあれよね。インドかタイも確かその男性と女性で使う言葉ちゃうのあったよね、確か。こんにちはっていうのが男性やったらこの言葉で、女性やったらこれみたいなのがあったはずなんですけどね。朝マックならビッグブレックファーストかなって言ってるね。何それ。え、これ新しいメニュー。知らん知らん、分かんない。揚げ物系の定食についてる野菜は食べるよ、ね、あ、ね、弥生系の野菜は食べれる。どういうこと。弥生系のキャベツやばいっすよね。そうそうそう、弥生系はいける。なんかね、その、なんやろ、定食屋さんというか、なんかよって、こう、うわーってもう先にドレッシングかかってんのとかはもうちょっと嫌やねんな。フィレオフィッシュ食べないですか。フィレオフィッシュ美味しいですよね。フィレオフィッシュ美味しいね。確かに。僕最近、しめさばにハマってますわ。なんでしめさば。出たしめさば。めちゃめちゃ美味しい。缶詰とかじゃなくて。いや、もうしめさばが美味しい。ああ、そう。まあ、秋やから、どれね、こう、青魚というか、魚美味しい季節やけどね。サンマとか今シーズンちゃいます。いや、しめさばが美味しい。ああ、そう。おでんの美味しい季節だよねって言ってますけど。おでん美味しいですね。おでん何食べんの。卵。
白滝白滝ビーバーさん白滝なんやむちゃ好きやねん白滝あそう、うん、これほんまに地域によってね入れるもん違うって前コメントでもあったけどね入れるもんって何なんやったっけなロールキャベツとかじゃなかったロールキャベツさすがにおでん入れるかえ入ってるえ入ってるのそうなんですよ、オールキャベツ結構ありますよ なんか あるの見たことある知らないですか、前々いや、知らん聞いてみてください、ロールキャベツ結構ありますから僕も最初衝撃を受けてましたちょっと待って、おでんやろはい、うん、あの、トマト系のスープに入ってるのは分かんねんけどいや、一回聞いてよ、ちょっと僕も最初それ衝撃を受けてたからあーそう、あそうローソンにキャロールあるって言われてねほら、ロールキャベツ入れる、ほらいや、しかも普通にうまいねって、あーそう、うんだし旬でるからそうなーロールキャベツあるって言われてロールキャベツ入れないけどねでしょいや家で作る人は入れないよねうちもコンビニのおでん買わないからあのおでん作るんすかおでん作るか持ってきてもらっていいですかはいいけどちゃんとあのおでん芸して おでん芸あのダチョウさんのおでん芸してやちゃんとあとあとあとってやってやおでんのトマト、そうそう、トマト入れるとこあったよね、そういえば。おでんでトマト？そう、入れんねんて。セブンにもあった。ロールキャベツ男子っていいよね。ロールキャベツ男子そうやね。見た目そんな風にないけど、中身めっちゃ肉食系みたいな言われとったね。ロールキャベツ買わないけど、あるとこにはあるよ、って言ってるね。まあ、家庭のおでんでロールキャベツはまず入ってないけどね。人によるんか分からんけど、おでん低カロリーセットで食うとき、低カロリーセット何？セブンイレブンに。あ、そうなんや。はい、ねほん、ま、それこそ白滝とかじゃないの？いやー、そういうのは自分で選びたい。こんにゃくとか、はんぺんとかね。はんぺんとか。美味しいですけどね。はんぺんでも大阪あんまなくない？そうなんすか？なんかあんまり一軍ではないような気すんねんけどな。私はじゃがいもと卵がないと嫌だから大根とそう卵っすねそう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 美味しいよね見た目装飾中身肉食男子がロールキャベツ懐かしいねえ僕っすわ僕じゃないヘイモさん完全に肉食やけど見た目カエルとか食べてそうやもんカエルねらんカエルの肉うまいけどねうん食べたことあんのカエル食べたことありますよすごいな焼いて食べたよすごいな塩焼きにして美味しそうやな食用やから、ね、美味しいよでも鶏ささみみたいな感じです。ヘルシーやつ。関西っておでん、関東炊きって言わないですか。なんすかそれ。関東にはあるけど、関東炊きは言わないな。大根、卵、男のおもちゃのこんにゃくが三強。なんやねん、男のおもちゃって。初めて聞いたわ。おでんといえば、ニンニンバリューよねって。あ、そうやね。まあでも、ダチョウさんでもええけどな、全然ね。関西、関東炊きっていう。あいやごめんなさい、私これは言わないなはんぺん、ちくわぶは関西にないって言ってるねおでんの牛すじは確実に買う神まみたうまいわ神まみたそれだけやんわざとじゃないじゃがいももだしが濁るから入れない人とか店多いってねじゃがいももでもちゃんとだし取ったら美味しいよほんとトロトロなるししゃも入れるおでんにししゃも入れようじゃあ今度闇鍋しいやカエル入れて、ハレシュに行くわカエルでも美味しいで、ほんまにその辺の拾ってきたからそれは、おでんでいけるおでんでカエルをって食べれる鶏のダッシュみたいなもんじゃん食用屋としても無理やで牛すじ、トロトロで美味しいねね、いいダッシュだよねローソンのしそつくね、美味しいしそつくね、うまそうしそつく私は大根、こんにゃく、厚揚げの3点セットこの人は酒飲みかもしれへんな厚揚げうまいな巾着のことかな。もち巾着。ね、もち巾着美味しいね。美味しい。シシャもアホかって言われた。おでん食べたくなってきちゃったブーって言われた。ベヒーモス？ベヒーモスおる。いや僕はマクド行くんで。マクドね。おでんとマクドやったら2秒で決まるんで。あれこの辺マクド開いてた？いや閉まってるんですよね時々。最近あれよね、もう24時間やってるとこ減りましたもんね。減りましたよもう。朝6時からのとこが増えたね。夜1時までとかね。ここが今日の飯してるわって言ってね、こんにゃくの中央十文字に切って、人肌に温めて大人のおもちゃの出来上がりどういうこと出来じゃないほんまやそれ奥さんおったら絶対やってくれへんやろまあでもこんにゃくはでもないと嫌やな確かにな
私はでもあの練り物とかあのちくわとかがだんだんねなんか嫌になってきたからな。なんですか？おでんなんかわかんないけどおでん入ってたらもう厚揚げとか避けちゃうようになっちゃった。いやなんかねあんまり好きじゃなくなってきた。昔はよく食べたんやけどね。まあペヤングのおでんには高め入れてあげて。高め。なんか変な汁でんで変な汁。マグロとか入れてマグロ。ちょっとあれちゃう茹で炙った方がええんちゃうマグロだ。そうちゃいます。マグロとか入ってた。マグロ。本当マックいつの間にかほとんど24時間やってないねとかね。あの駅前とかぐらいじゃないですかねやってるとしたら。あとドライブスルーだけとかね。ドライブスルーだけ多いですね。おでんに何入れたら美味しいか実験配信しよう。あそれいいですね。一回やりたいですね。マグロ、まあ、マグロえらいマグロ押すけど他だね。シシャモとマグロと魚ばっかりやないか。シメサバはシメサバはおかしい。シメサバやばそうやけど、ね、締めてるのに何でシメサバはシメサバ缶詰とかねちゃんサバ缶、ね、あれはあの焼き鳥のタレついてないやつそのまま入れてみる。え、焼き鳥のタレついてるやつ入れるの？ついてないやつ。ついてないやつ？そう。それただの鶏ちゃうの？おでん味で。おでん味。昔鶴見でやってた冷めてるおでんを食べて熱いリアクションする罰ゲームやろう。それおもろいなー。いかにこうね熱く見せるかよね。ペヤングのおでんはイナゴ入れてあるわ。イナゴ。イナゴの佃煮は美味しいけどね。美味しいですね。甘辛くて。ただイナゴはやっぱちょっとね見た目が変やねグロいから。シャコもシャコ。シャコ苦手な人多いよね、でも。シャコめちゃめちゃ美味しいですよね。ええ、見た目がグロい。匂いすごそう。しめサバ入れたらちょっとやばそうよね。24時間にする必要あんのかな。でも夜勤の方はね、やっぱ24時間やってほしいなと思うよ。空いてないですもん、だって。そう、夜中の仕事の人はやっぱりね、コンビニ食とかその松屋とかになってしまうからね。定食屋さんも24時間減ってきたからね。やってたらやっぱ嬉しいよね。おでん手羽元入れたりするとね。あ、手羽元いいですね。美味しそう。おでんたまに、あ、水餃子入れるってね。虫が間違って入ったみたいになりそう。イナゴとかかな。あ、赤フラッシュ来たよ。気のせいっすわ。気のせいな。これは気のせいのやつなんですね。寒い演出、いかに熱く見せれるか頑張っ て, って、ね、あ、これ熱いやつよ。あ、パイキさん行きそう。緑保留。24時間トラックのうんちゃんとかいるよね。そうそう、やっぱ夜勤族の方はね、欲しいね。ペヤング、そんな魚が好きなら某ニシンの缶詰入れるぞ。なんてシュール、なんてけだ。なんかめっちゃ臭いやつね。あれでも、改造やん。お、激アツちゃいましたけど、それ。激アツっすね。気のせいですね。気のせい。それ当たらへんやつ、ね。あ、でも、ベヒモさんもあれちゃん。あ、同じゾーン行ったね、二人。これ当たるやつっすわ。当たんのかよ。これ当たるやつっすわ。ハチノコ入れようって。デリモンも魚や、うん。厚揚げと、なんやったっけ。はんぺんちゃうだ。なんてやろう。茶色のやつ、茶色系ちょっと食べんくだったな。ペヤング19日、米田コーヒーで待ってるで。どこの怖いっすわ。これあれじゃん、本町の米田コーヒーのこと言うてんちゃう。19日あれじゃん、ブロック会議ちゃうの。いや、違うんすよ。今回エリア会議なんすよ。あれこれ誰身内ちゃん。当たるっすわ。改造行ったっすわ。これ2人とも改造行ってんね、はい、今。店長のが外れて僕のだけ当たるっすわ。しかもね、面白いことに緑保留やねん、2人とも。交代してもらおう。僕が当たるっすわ。ペヤングさん、これ身内ちゃうの。身内っすよね、多分。ニキさん。いや、ニキさんやったらでも分かってる。あ、おかしいな。コメダコーヒー、どこのコメダ。簡単っすわ。あ、しかも買い、ね、これリーチがちゃうけど当たるでしょ、どっちも。簡単っすわ。またテロップ赤いっすわ。いや、みんな赤い。手帳もっすね。あ、同じリーチやわ、二人とも。あ、ちゃうか。違う違う。ハネさんだけちゃうね。月日ちゃん出てるから。可愛いっすね。飲んで次のお店行く前にちょいマックできなくなったブー。あ、マネジで30分当たりないぜ。シュールストレミングス。それそれ。あ、これもめっちゃ当たるっすわ。激引け。あ、ドライブ。激引け。あー、激ー。たまたまっすね。シュールストレミングス当たるっすよ。ペヤングはおでんにサソリ入れて食べて。サソリ。19日でペヤング投げに引いてるって。19日っていうそのステージちょっと怖かったっすけどね。ねえ、もう絶対身内やと思って。誰やろう。エリア会議は本社でやらないの。違いますね。あ、もうどっかの店でやるんや。確かそうやったはず。あ、ほんと。最近ブロック会議多かったもんね。引かせろ引かせろ引かしてくれた、おめでとうございます。
やろな。いや、復活復活これ外れたらちょっときついな。人の不幸をそうやって言ってるやつはそうなるんや。二人改造あで片っぽ外れる展開。よいしょ、はい、お疲れ様でした。じゃあ今日もね、いい感じの時間になりました、ね、おいってなって。おい、言霊よ。ハレさん、今日負けたら次回の配信までマクド禁止やで。やばない。 2,3 ヶ月ちょっと禁止だね。無理やわ、そんな。いや、2,3 ヶ月でも入れんとかそうなの。死ぬ死ぬ死ぬ。うわ、20きついわ、もう。え、店長、20で当てるんですよね。うるさいな。ペヤングさん、さっきあの19日茹でた人、いつもカツサンド食べる方ですって言われてるけど。カツサンド食べる。僕も食べるっすよ。朝カツサンド食べてるんですか。いや、その方多分僕と同じ席にいない方ですね。あ、ほんま。ってことはもしかしたら神戸中央の、え、ちゃう、今加古川か。加古川の人かもしれない。そっちかよ。もしかしたら。でも、じゃあ兵庫はブロック会議かもしれんけど、大阪は違うってことやね、じゃあ。多分そうですね。ハレさんおめでとう。ペヤング外れる。ということで、ハレさんが残念だったね。外れましたね。うん、まあ、199なんでね、まあまあ外れることもあるっすわ。まあまあ、おでんの闇鍋して、ペヤングに食べさせようぜ。何をっすか。おでんの闇鍋。その具は何を食べさせるの。いや、闇やから何入れるか分からへんのじゃあ。あかんのしか入ってないです。じゃあさっきだからハレさん言ってた、しめさばとか。もう匂いで分かる。すごい匂いになりそうやけどね。当たらなかったっすわ。2人とも乳首お願い。刺激かよって。かわいいよ、刺激。ハレくん外れたから、京都向こうの池田くんの顔でかいところ3つ教えて。顔でかいところ3つ。目、鼻、口とか。無茶ぶりがひどい。今日は何回当たったんですか。ライトミドルどっち。ライトミドルはあのヘビベヒーモスさんの方なんやけど、1回だけ当たりましたね。1回だけですね。ペヤングさんは一応 U パッチ3回当たってるのかな。そうですね、もう終わりました。ただなかなかあの ST に入れないね、あの100回 ST。 おー、いった。80回。おー、80いった。100回ついたってことは、ペヤングさんこれはちょっと2連か3連しとかな、まずない。いやー、いっときたいな。これがこういうことやね。え、何パー、何パーなんですか。分からへん。多分そんなになかったと思うよ。いや、これ熱いね。振り分けそんななかったよ、ね、それで駆け抜けたらほんまもう。ちょっとそういうのやってね。わろたろう。うん。ペヤング食べるの俺が作ったこんにゃく。さっきの大人のこんにゃく。大人のやつやん。大人のやつ。おもろおもろ。使用済みやな。おもろ。コメダでペヤング店長を待ち続けるシーギーかわいい。ねえ、カツサンド食べるんかどうか知らんけど、多分森さんやろうな。店長、1時なんですみませんって言われた。向こうやて。片パン、片パンやね。お客様お時間ですよ、ね、駆け抜けたらペヤングモンドを無用で罰ゲーム。まあ駆け抜けへんやろ。いや、ありますけどね。3回目の正直ですよ。まあでも私もあの別のね、あのお店でこう売ってた時にこれ朝から打たれてた方結構おられましたけど、やっぱその4回5回ぐらいこう連単して6回目でやっと入れて、そこから連チャンみたいなパターン多かったですね。連チャンするんすかね。まあ平均連チャン、どうやろう、数珠連って感じかな。3連してまた早い段階でほんまに2連してとか3連してとか、そんな感じよね。駆け抜けるっすわって晴れ産後で言われたね。駆け抜けそうな気するんすけどね。あ、ペヤングさん振り分け 9.5% らしいっすよ。いいとこ引いた。すげー。 9.5% 無駄にしちゃうかなこれ。引いただけっすわ。お前引き損ってやつ。引いただけっすわ。いや、ハレさんちょっといいこと教えてたけど、はい、いいこと。人の方を喜ぶやつは終わるで。外れたっすもんね。駆け抜けたらおでん鍋一気って。一気とかあるんすか。もうやけどしてしゃあないけど、どうするも冷え冷えに冷えたおでんでいいじゃん。いや、それもそれで嫌やけど。氷入れる。氷。逆に氷入れようか。まあローソン横あるけどね、お店の横ね。買ってこれるな。ほんまや。あれもうコンビニっておでんってもうあれなの、もう春菜崎風関係なしであんのかな今。わからないですね。でも中身入ってない時はありますね。ああ、そっかそっか。そうやね、確かに。ペヤングの不幸はごちそう。ごちそう。ごちそう。どれぐらいのごちそうやろね。ステーキ重とかそれぐらいなのかな。え、そこ気になりますよ、そんなに。気になる気になる。全く気にならんかった。マイマイだけやったの。いやいや、どれぐらいのごちそうなんかな。あ、でも青保留で先読み来てますね。いや、これリーチならないやつでしょ。コンビニおでん肉まんやってたでってね。肉まんは夏後半ぐらいから始まったね。3つ保留、変わらない。肉まんやったら僕ピザまんしか食べないよね。ピザまん派なんや。ピザまんゲロうますもん、ね、あ、そう、はい、私カレーまん
かも普通の肉まんかな。普通の肉まんにからしが美味しいですけどね、やっぱり。ああ、ほんと。うな重の上くらいの不幸だけど、まあまあ高級やね。じゃあじゃあこれもう終わるんちゃう。そんなご褒美欲しいんやったら、ベルギーチョコマン美味しいブーって言ってる。ベルギーチョコマン食べたことないな。これどこやったっけ、どこのコンビニやったかな。ミニストップとかやりそうやな。どこだ、ミニストップかな、どこやったかな。たまに変わり種やってるもんね、ローソン。確か今なんかあのキャラクターのやつやってたと思うけどね。リラックマン違う違う、あのあれちゃうかったっけ、妖怪ウォッチちゃうは何やったかな、モンスターやったっけ。あの赤いやつか。そうそ う, そう、赤いやつ、角生えた。そう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 、オロゴン、オロゴンってか、なんかあれでも食べてたらやっぱ残酷ですよね、なんかね。かわいそうよね。これリーチなるでしょ。山崎の肉まん最高、551の豚まんは美味しい。いや間違いないね、551はシューマイも美味しいけどね。そんなん言うからお腹空いてきたんやん。いやーもうラーメン食べた。めちゃくちゃお腹空いたほんまに。そんなん言うからみんな。そうそうね、ペヤングさんラーメン食べる言ってたもんね。食べたい。ペヤングさんラーメンは何でもええの、醤油、豚骨、味噌、塩。できれば豚骨がいい、ね、あ、豚骨なんや。ベヒューモさん言い出し出そうやけどね。いやほんまに嫌や、背脂や。背脂ちゃっちゃでいけるっすわ。ペヤングさんが使ったお湯でラーメンはね、沸かすとかね。カレーマンは今年はファミマかなって言ってるね。なこれあれなん、コンビニのなんかあの肉まん食べ比べしてる人おんの。コンビニの肉まんめちゃめちゃ美味しいですけどね。うん、ローソンのはオラゴンマン。あ、そうなんや、オラゴンマ ン, ン, マン。そうそう、この間見かけた。ベヤング帰りにラーメン大盛り食べて太ろうぜ。ラーメン大盛りはちょっと なかなかね。スライム肉まん再販期待って、ね、あれ真っ青のやつね。怖いやつ。当たりの匂いは豚骨の匂い。これあれやん、豊中の高橋マネージャーが言ってたやつやん。何それ。当たるときはなんか豚骨ラーメンの匂いするらしいです。すごいな。そうそうそう、なかなかリーチ行くんですけど、なかなか当たんない。ちょっと決め手にかけますね。でもなんか SDG 調子いいときってこんな感じちゃいます。そうですね、めちゃくちゃ。いや、そう、やたら演出くるっていうね。ただ結構それやったらすぐ当たるはずなんですよ。当たるはず。そんなにボコボコにされないはず。確かに。あんまんに5枚入れるのやめてほしい。純粋なあんまんが食べたいのにない。あんまん食べますか皆さん。食べるっすね。あんまんね、昔食べてましたけど。あ、ほんと。私あんこはあんまり好きじゃないんで、あんまんはあんま食べ、あんまんに食べたことないな。マイマイ好き嫌い多ない。おいおい、私偏食ですよ。めっちゃ昔よりだいぶマシなったけどね。あんまん疲れてるとき何気に美味しい。美味しいですよね。でもあんこ嫌いでもええやん別に。お汁粉はまあ食べれんことはないけどね。ほんまにあの汁だけつけて食べる感じかな。お汁粉もでもマイマイに食べられたくないかもしれない。なんでやねん、餅食わせろ、うん、551この前新大阪で監禁された時に初めて食べた。あ、監禁ってこれあれね、あの台風の時にね、新幹線動かんかったから、そういうことだよね。551めちゃめちゃ美味しい。美味しいね。最近食べてないっすね。やっぱ作りたてが食べたいよね。たまに冷凍買って帰るけどね。冷凍はちょっとね。そうそうそう、硬い。ふわふわ感がない。そうそうそう、あるんけどね、一応せいろっていうか、551から出てるやつとかもあるけどね。あんま昔食べれなかったのに太ってから好きになりました、ブー。さっきからブーつけてる人。ブーの人おんね。そうですね、友達っすね。友達やね、大体友達やね。メアロ乗っけときますわ。毎回俺のこんにゃく料理ご馳走するわって、ね、こんにゃくばっかりもいらんけどな。ごごいちゃんお腹いっぱいになるって、ね、あんまん買ってすぐ食べると口の中やけどする、あるある。 あんこって割とあれもね、冷めにくいもんね、あの温めたらね。で残り何回ですか。11回。あれラストの青保留で終わり。もう無理やろねえ、もしかしてするですかねえって言われてるけど。太ってるやつは大体友達って言われた。悪いやついないですかね。悪いやついない。ああ、スルー。駆け抜けるっすわーって言われてるけど。駆け抜けるっすわー、これ。駆け抜けるっすわー。まあ、今日の罰ゲームは、もうちなみに1分間、かっこいいポーズずっと撮ってもらうっていう罰ゲームにしましたので。お当たり回数少ない方ですよね。店長、喜んでやるでしょ。お互い同じこと言うてんで。喜んでやるでしょ。うちの晴れ得意やとか言うてたりする。もうひたすらかっこいい、自分がかっこいいと思うポーズをずっとやってもらうから。やばいな。太ってる人何気に酸っぱい匂いするよね。
まあ分からん、これは偏見かもしれんけどな。偏見ですね、僕甘いっすもん。甘いやつ。いやそれはない。キャラメル、キャラメルラテの香りしますよ。キャラメルラテの。なんでそんなオシャンティーだ。チーンって駆け抜けたな。吸血鬼の一歩手前、翼ちゃんに嫌われてるんちゃいますね。ほんまやね。いや、その多分コミカル ST にできひんやん、途中で勝手に。あ、そうかそうか、それが原因やと思う。それアマデジはできひんねやったっけ。いや、できるんですよ。でも今のは時短があの増えただけやったんで、100回無駄打ちって。一応、ベヤングさん3連単になるのかな。そうですね、3連服かもしれないですね。でやね、まあ、明日 G1 やけど。確かに明日中華賞やね。マイマイ勝った。あ、買おうか迷ってますね。予想はしましたけど。何が来る。ニコ生ね、あの競馬部あってね、はい、まあ、細田店長と森茂樹さんと、森茂樹さん何でも入ってる。そうそう、で、かのこないの青木店長ね。はいはい、4人でニコ生予想でやってんねんけど、みんなやっぱあのアーモンドアイは外してないね。アーモンドアイ、一番人気かな。ってことはそこを買うと倍率が上がってまうから、お金はならへんってことですね。そうね、 1. 点何倍やったもん。あとはだいたい2桁か、あの大穴でもう100倍超えてたね、確か。そういうとこ行くしかないですね。見せ場を作れって。あれでもペヤングさん競馬せんかったっけ。しないですね。あ、してないんか。ミキさん競馬やってたね、昔。そうですね、何でもやってましたね、あの人。そんな何でもって。ゴルフは嫌や言ってたけどね。ゴルフはほんま嫌がりますね。いや、絶対行きたくないって言って。何回誘っても嫌がる。いやいやいや。ペヤングの3連単は 3.2 倍くらいから。 3.2 倍、まあ、あんまりお金つかへんやつ。1000円豪邸も3000円もつかへん。3000円ぐらいか。あと5回当たるまで売っていい。売っていいよ、別に。当てたいの5回。そうですね、楽しいですね。翼ちゃんに会いたい。まあ、言うほどはハマってないけどね。結構サクサク当たってましたね、さっき。ペヤング久々に見たら痩せてるわ、賢くなってる。賢くなってる。どういうこと、どういうこと。どんな前評判悪かったんかな。痩せたら賢く見える。ああ、まああるかもしれへんね、それ雰囲気変わったらね。え、でも太ってたら優しそうに見えるっすよ。すごい自分擁護きたね。店長になったらゴルフ強制じゃないのって出ますが、まあ強制というかね、まあ、あの会社の、行事でありますけどね。そうですね、まあ、まあ参加はせなあかんけど、練習するせえへんは本人次第ですからね。そうです、そうです。でも練習せんといったらどうなるんですか。いや、もうえらいことないでしょうね。でも大体の店長してないんじゃない。そうですね、好きな人以外は。そうなんですか。だからスコアえらいことなってる言ってたもんね、みんな。はい、あ、そうなんや。うん、100切る店長なんかそうそうらへんと思って。なんかみんなある程度練習して馬なって言ってるんや思ってた。そんな練習して馬ならないよ、自己流じゃ。僕2回行ったっすけど馬なったっすよ。私ツイッターで見たよ、ベヒーボスさんの。見られた。めっちゃ面白かった。直立不動面白かったけど。あれ1回目ですか。おもろかった。2回目もっと馬なったっすか。なかなか厳選したショット取ってやれやった。あれっすね。いや、100キロ思ったらやっぱちゃんとインストラクター習った方がいいよ。自己流じゃ難しい。私習ってない。でもうちは親がね、ゴルフうるさいから一緒にうちにはよう行ってたね。だからドライバーだけは多分フォーム綺麗と思う。ドライバーだけ。うん、アイアンは難しいんでね。アイアンやっぱ難しいからアイアンを練習しないと。ドライバー難しい。いや、でもドライバーは当たれるようになったら大丈夫ですよ、もう。アイアンの方がやっぱ難しいですからね。だから100球練習しても私ドライバー10球か20球しかやらないですからね。あとはもうアイアンとか寄せの練習ばっかりやってる。店長だったらゴルフです。興味じゃないね。翼ちゃんに会いたくてお金に翼生えて飛んでいく。あの、うまいこと言いますね。キャラメルラテの匂いで優しいキャラ。ゴルフは150の壁、120の壁、100の壁。ドライバーは1回しか使わんからアイアン大事。そう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 。当たった。お前当たるんじゃあれ。ちょうどいいとこなんで終わりましょうか。終わるんかい。当たったっすわ。かわいそう。ちょっと見せてあげてよ。これ当たったっすわ。ボタンやけどな。関係ないんすよね。じゃあ当たらんかったら。いや、いいっすわ。ハレさん、バスゲーム。やめましょう。デコピン。やめんの。デコピン、ほんまやめて。デコピンなの。デコピン。デコピンやったらいいでしょ。ほんまやめて。本気のデコピン。アホほど痛いんすよ、店長のデコピン。僕のデコピン知ってます？知らん。え、前まで今受けてみてくださいよ。なんでやねん。いい感じのデコしてるじゃないですか。よう分かれへん。くらいましょう、くらいましょう。当たらんすわ。これ当たるっすわ。弱ないでも、緑は。これ弱そうに見えるだけなんですよ。
弱そうに見えるだけなんですよね。ああ、赤やな。熱い熱い。だもう分かってないですよね、皆さん、演出の法則。そう言うてるわ。分かってないですよ。さっきこれ外れてたね、でも。いや、スーパーの会議は熱いっす。これはもう。これが一番熱い。これテロップ赤なんでね。さっき当てたよね。これさっき当たってましたね。ちょっとうるさいわ。当たるっすわ。デブっすわ、言われた。これ当たるっすわ。デブの人って結構喋る人多いですよね。喋り始めたらめちゃめちゃ喋る。何それ、村井さんのこと言うてんの？いや、そんなん絶対思わない。短期と言いながら村井さんのこと言うてんの？なんでそんなピンポイントで出してくるの？いや、喋るデブ言うたらね。確かに。一番最初に出てきた。まあ、2番目にあの奈良の中条さん。そう。中条店長。中条店長。中条店長めちゃめちゃおもろいですからね。ね、会議、今、席横になってますよ。そうなんや。田島君横行ったらいいわ。寿司食ってくれるから、言うて、いらん寿司どんどん入れてくる。どういうこと？あ、そうか、あの人あれはね、あの人もまあまあ好き嫌い多いもんな。貝アレルギーやったっけね、あとスルーしたペヤングが言うとあかん、自分がデコピーしてもらいって。あー、これ熱い、熱い、ね、いやいしょー、おめでとうございます。お前当たってるやん。ここで当てたらまだ打たなあかんやん。ほんまに店長、今15分なんでもうちょっと行きましょうか。お前ね、ほんまになるよ。足せ、当てよった。これじゃあ、あれじゃあ、ハレさんがその今2回か2回店長が3回2回当てたら勝ちやから。そうっすね。やっちゃいますよ。その間に僕1回当たりますから。いやー、何の宣言。この海保留って熱いんかな。海保留リーチにならへん時あるけどね。まあ、ああなるほど、発展したから熱かったのかな。なるほど。そんなんも知らんかった。何も知らんすよ。でデブは喋るか何食べるかしかない。そんなことないと思うけどな。忍ぶかわいいわ。奥さんとどっちが可愛い？奥さんですね。奥さん。残念ながら。残念ながら。忍ぶごときじゃ勝てないですね。忍ぶちゃんでも、あれもね、確か長生きしてんねんな。確か、ヴァンパイアさんやから。ちょっと、イヤホン外したいわ、もう。飛んでる飛んでるわ、なんか、油みたいなやつ。油飛んでる飛んでる。めっちゃノリノリやん。だいたいみんなコミカルやんねんね。いや、コミカルで、翼ちゃんの猫耳みたいからね、さすがに。あれ、猫耳の時ってブラックの時やったっけ？違うよ、何言うてるの？猫耳つけるんよ。だって偽物知らんもん。わかんやん、もう。おい、大ギトギトやないか。おい、プルンプルンしとるぞ、って。太ってる人の USA ってどんななのって言ったよね。ダパンプ？プルンプルンになるんじゃん。そうそうそう。プルンプルンなるか片膝言わすかどっちかじゃ。汗だくなるか。うん、汗だくにはなるやろな、ね、プラチナディスコ好きっすわってね。好きな人多いな、ね、分かるっすわ。汁だく。ちょっと翼ちゃんリーチって教えて。だからでしょ、来たファイヤーゾーン行っただけっす。プチやつやろ。お、プラチナやろ。あ、プラチナ行ってるやん。青ホリウスだよね。青ホリウス、さっきも最初もこれで当たりましたからね。奥さんはハレさんを太らせて何気に財産狙い気をつけて。もう結婚生活まあまあ長いからね、ハレさんのとこも。よいしょ。お客様、第二油分を飛ばすのはご遠慮ください。これ当たるやつじゃん。 US、 あ、カイ、カイ行ったね、あつやつで。誰当たらんかった。誰？イナさん保留変化、これ選べるやつか。選べるやつや。レインボーあったら確定やもんね。そうです、そうです、ないでしょ、基本。いや、わかんないよ。当たるやつ。当たるやつっすわ。赤い赤。これやっぱカエル派なの？くそ。赤。偽物の赤にしたいとこは。当たる？これ当たるか。いやでもこれたまに外れるからね。せやね、確かに。え、じゃあ、ボタンとかよりはこっちの方が熱いんでしたっけ？そうです、そうです。ね、これ、あ、ボタンやー。結局ボタンくれたー。でも、U パチやったら当たるんちゃう？当たないから。ここで押させてくれますね。ここでか。緑。赤。赤いった。レインボーいってお願い。赤の赤。ちょっと怖いなこれ。さあ、ベヒモスさんは淡々と ST を消化中です。淡々としてますね。あ、え、来た来た。ドライブギア。あ、でも白。これどうなの？ドライブギア途中で出ても確定ではないねだっけ。違いますね。最後がボタンの発電パないの。テンパない。あら、あ、売り切れた。その赤って偽物の赤ってこと？そう、偽物の赤ってこと。偽ってついてるでしょ。当たらんすわ、言葉も。うるさい、うるさい、うるさい。知らない、知らない。これは月日ちゃんリーチやったっけ？そうです。
あ、叫んできた。赤や、これ熱いでしょ。いやー、ペヤングさんの当たるやろ。さすがに。あれ復活、復活、今の外れんねや。いや、まだ分からんねん。当たりっすわ。あー、よかったよかった。もうドキドキしたっすわ。外れんのか思った。それは嫌や。素直に当たれやな。まあでもこれでね、まあ、ユーパチもまあ20回か50回どっちか。これで 4連続ですね。負けない。何言ってるか分かんないですね。残念だよ。何言ってるか分かんないですね。これで一応4回そうですね。単発。単発にまだ決めてない。あ、ごめん。言霊になるな。単発言ったら言霊になるな。あ、ベヒモスさんこれ翼ちゃんちゃうの。ね、何言ってるんですか。なんでこれ。いや、ほんま切れそうっすわ。ほんまにそれだけは一回勉強しようか。化け物な。偽物な。あ、ナデコか、ごめんごめん。偽物ナデコ、そんな出てこない。いや、お、100、100、お、100いった。100、また9%だった。お前 9.5 やったっけ。100や、100な、4連打。あらあら、プレミア出たんすわ。お前や、当たってるやん。当たってる、すごい。いや、あれ、翼でやった。あ、俺、特別の時選べるんじゃん、これ。これ、これ、これ選べるんちゃう。え、選べへんやん、てか無理なんや。パワハラ。ただ、来た、俺もや。俺もそっちやで、コミカル ST やで。さあ俺は翼で当てる。パナイノー。これあれやね、だからフルラウンドやね。パナイノー、パナイノー。しのぶちゃん好きやからよかったね。パナイノー。かわいいわ。歌変えとる。歌変えとるで、あの人。帰り道気をつけなはれや。めっちゃ歌ってる。え、みちょ、イヤホン外してる。お互い様やぞ。あ、これ、これも好き。内緒の。シノブとかは歌出してないの。知らないです。知らんのかよ。あんだけ怒っといて。知らん。ノリノリで歌っとる。ね。いや、物語シリーズは結局全然見ひんかったな。ボリューム上げたい。わかるわ、その気持ちは。すごいわかる。普通に聞こえるけど。いや、もっとちゃんと聞きたい。あ、そう。当たったら、当たったら上げてみよう。翼のリーチいったら当てていい。サインや、天パスくれ、頼む。お願いですよね。いや、今日の放送、さすが気候な綺麗売り割りインターテンやな。よく当たってる。違う違う違う。惜しい、惜しいな、惜しい。惜しくもないよ、あれ、惜しない。それバリおもろい。平野石鹸してるけどね。物語シリーズの歌はいい歌ばっかり。店長、海物語のマリンちゃん嫉妬してんで。いや、ほんまにマリンちゃんに戻ってもいいんすけどね。ええの、今日はめっちゃ聴いてる。めっちゃ聴いとる。今何ご物語までやってんすか、これ。そもそも続終わり物語が確か映画でやるやはず。あ、そっか、映画もあねえな。一応全部見てるっすか、二人とも。いや、見てない。当たり前っすね。あ、ハレさん見てるの。見てるっすね。ペフさん見てない。見てない。2世ぐらいまで。2世ぐらいまでですね、うん、そこら辺から時間なくなった。大人やな。歯磨きしたいな。あともう一回やね。もう一回か。これでペヤングさん4回でしょ。で、ビヒモスさんが3回目か。3回っすね。店長、多分あれも突き抜けるはずなんで。多分突き抜ける。突き抜ける。突き抜けるんや。俺は突き抜ける。最短でまっすぐに一直線に突き抜ける感じ。めっちゃいい表現。突き抜ける。お前、駆け抜けじゃなくて突き抜けね。突き抜けっすね。突き抜け聞いたらなんか当たるようなイメージあるけど、ペヤングさんにしたらあんまあれかな、当たるイメージではないか。一回もう外れてもいいから翼ちゃんリーチやらせてほしい。リーチないもんね。当たったっすわ。当たったっすわ。さあ4連単が勝つのか、はたまたライトメドルが追いつくのか。4連単まだ決まってないから。決まってない。パナイナー、パナ一撃、テンパナーイ、テンパナイ、なんか売り切れ多いですね。
どんだけ翼みたいに。電話出て、電話出て。切られる前に出ろよ、それは。ブチって、ブチって。お前が出ろ、それは。切られたちゃうね。ペヤングさん、翼ってキャプテンの方の翼ですか？キャプテンの翼はそんな好きじゃない。赤い、赤。お来い翼、頼む、お願い。パナイのパナイ、パナイ。めっちゃ早い、めっちゃ早い。動きが早い。いや、すげえ、分身してる。めっちゃ早い、めっちゃ早い。頭でこれ、青堀どうなんすか？うわ、なでこやん、もう。意味ないっすね。めっちゃ怒ってるやん。うるさいっすわーって。勝てそうだよ。あ、赤やで。いや、そんなんいいんすよ、もう。あ、翼ちゃんが良かったの？そうそうそう。で、コンビニしたいよ。あ、一撃変動じゃないですか、うん、ベイボスさん。当たるらしいっすわ。簡単っすね。お翼、お、あ、レインボーや。当たってる。僕も当たったっすよ。ほんまや。だからええ感じですね。追いついて逃げるっていう。ただ俺の当たりは意味ない当たりやけど。だってやね、翼ちゃうからか。いや、また16ラウンドっすわ。すごいな。悪いけど俺も3やから16ラウンドやから。どっちも負けず嫌いやわ。店長逃げるね。好きなラウンド。なでこ可愛いやんって言われてるけど。可愛いですけど、及ばないんですよ、やっぱり。え、ランク付けやっぱ翼ちゃん1位なの？いや、圧倒的。2位は？2位。ひたぎちゃん、あ、ひたぎさん、うん、あれ、ガハラさんってあんま人気ないの？え、戦場ガハラ、ひたぎがガハラさん、あ、ひたぎがいいか、あ、違う、あの人、あの、スバル、スルガ、あ、カンバルですね、うん、あれ、変態が好きです。あれ、BL 好きなんやったっけ？何でもいけるさ、あの人、ね、これ、これ、これマクド食いたいっすわ。夜歌ってほしい、歌寝る前に歌うやつですねこれ聞いて出たい僕が歌っててもいいんですか？あ、ほんまやな。いや、それはいや、あ、音量上げてる、音量上げてるぞ。この歌いいんすよ。この歌で、あの、完全にあれよね、ベヒーモさんの歌に、歌が聞こえてくるもんな、めっちゃふ黙るなええ曲やな。ええ曲やわ。確かに寝落ちにはもってこいの歌かもな。翼ちゃんですからね、これ歌、猫物語。あれ、羽川翼って誰がやってるんだっけ？声優の話、声優さん知らないですね。どうやったかな。僕、中身興味ないんで。これ、なんか有名な人ばっかりよね、今、確か。翼さんは三つ編み派、ショート派。ショート派あ、わかるっすわ、わかるっすわ。あ、堀江優衣、あ、やっぱそっか、聞いたことある声やなと思ったみんな寝だしたでペヤング、陶酔してるで。でも、アマネジで1700出るんでしょ。そう、50% 振り分けですからね、右打ちは。一回100入れたら。ペヤング、プライベートで打っててもこんな感じなん。いや、プライベートで打ってたら、もっと近い。こんな感じ。めっちゃ見てるやん。危ない油断してた。せっかく死闘いけそうやったのに。分かってないっすわ。それ選んだらもう翼ちゃんないやん。いや、いらんすもん、だって歯磨けたらいいっすわ。めちゃエロいじゃないですか、この演出。そういうの求めてないんだな。忍はどれも出てくるんやったっけ、あのゾーンとかやったら。知らない。知らんのかよ知らない。マジハロのアリスも堀江優衣。そうですね、堀江優衣さん割と声優さんやってるね。これでペヤングさん5回目やったね。青春は偽物だけで終わらない。はい、ベヒーモさんが4回目4回ぐらいですね。お前ね、追いつこう思ったら逃げたな。逃げられましたね、アマデジのくせに。エロいの求めてないっすわーって言われた。と思うでしょ、見たマジ燃えるっすからほんまに。まあ、ペヤングさん歯ブラシ折られとったもんな、さっき2回噛みちぎられました、ね、いや、折られたら折られたでいい。折られたい。隣にこんな人いたら引くわ。引くね、手ぶやし。誰、ハレさんのこと言ってんの？多分店長っすよ。俺じゃうやろ。だってこれっすよ、これ。ガンミやもん。まあ、ノリとかで言ってたらおもろいかもしれないけどな。いや、ノリで言ってたらちょっと黙ってっていうこと。黙ってっていうの。そこは。お互いに。まあ、歯磨きは正義って言われる。いや、ほんま正義っすわ。じゃあ、ほんま発展してほしい。で、デブやしってどういうことよ。ペヤング小学校の時の通信簿の先生コメント絶対落ち着きがないって書かれてる。あ、よく書かれた書かれた。ほんまにその通りですわ。落ち着きなかった。落ち着きない。そう、うろうろしとった。なんか暇で前の女の子に定規でベチってやったら泣かれてめちゃめちゃ怒られた。あ、おちゃん。何それ何それ。お前担任巻き込むなよ。うわ、翼おるわ。頼むわ、もう。
いや無理やろ。愛足りてないっすわ。うまや、いなやわ、いな。愛深き故に隣にペヤングがいて歌ってたらドン引きするわ。多分あの見えへんように口ずさんでると思うな。来い。翼おらへんは意味ないわ、この意味ないってね。このルーレット意味ない。いやん、下着さんおるから。もういいなでいい。ペヤング、今も落ち着いてないよ、今落ち着いてます。今も会議中、定規でやっとったら面白いよね。いや、ほんまにやばいっす。いや、前いい日やね。一番前の席いますから。あ、それはやばいね。でも落ち着いてるペヤング、逆に気持ち悪いから。確かに。そうだ。確かに。確かに、席上一番前やったらね、何もできるよね。緊張する。いや、今も落ち着いてない。大丈夫。来い。今落ち着いてなかったら大人の多動症やないかと。あ、刺激に定規いいと思います。刺激に定規。森さんちょっと太りすぎやからな最近。いやーマジテンパいせえへん。お、テンパない、テンパない。頼む、つばすちゃん。マネコやないかそれお前。今日あれやね、なでこさんに近いね。なでこばっかり。4やわ。これはいけるんじゃない。いやそんなんいいんすよ。もうじゃあ翼見るまで帰れませんなんで。やばい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 。僕は3時までやってもいいですけどね。お前ね、翼見るまでになってまうで。え、これ緑はあかんか。外れるんちゃいますよ。悪い顔してたもん、なでこ今。なでこ神様なんですからね。なでこはあのカレンちゃんらの同級生なんやったっけ。そう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 。やね、え、外れた外れた。いやもういいんすよ、もうそんな。なんで今のは求めてないリーチでしたから。だってペンゴさん今日リーチあれやね、コミカルになってからなでこばっかりやん。そうなんすよ。あ、おでめは弱いか。偽物だけでは終わらない。お願いします、お願いします。いや、翼言うからやで。翼来て、あ、もう3点敗して翼来て勝ちみたいになってる。ですよねですよねですよね。マジテンバランスは歯磨きにしてから。いや、なんでなんで投げやりなんだ。もうどうしても翼さんがいいらしい。歯磨き頼むわ。左肩だけ抱いて翼。あ、お前スルーガやないか、それお前。カンパルスルーガやないか。もうあ、抱かんでええわ、もうそれ。こらこら、それやったら抱かんでええわ。お部屋片付けてあげて。もうちょっと。あ、でも4、赤ちゃうんやん、そんな。もうどっちやねんって言われてるけど。翼以外赤なし。あ、翼言うから逃げるんや。いや、逃げられてもなお翼って言いますよね。あ、もうずっと追いかける。はい、ストーカーキッス。ストーカーキッス言い方悪ない。あ、悪い。あ、これ1位ぞって言ったらええ。当たる。あー、言ってました、今見ました。あのちゃんとコメント、あの書いてあった文字見ました。あ、見た見た。翼ちゃんの胸を揉むまではあれかなかった。そう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 。そういうことなんです。俺と変態やないか。結局、うん、おまりさん、ストーカーがここにおります。間違いない。お願いします。テンパらへんて、歯磨きできひんて。お前ね、それに変えてからテンパらないね。お願いやって、歯磨きさせて。もう7点とかどうでもいいね。うわー言うてる。歯磨きさせて。翼ちゃんと猫耳バトルさせて。君たちのエロいの見せて。君たちの思い届いてないね。エロいの見せて。結局胸かよ。いや、これ多分歌が悪い。2人とも思い全然届いてない。プラチナですかね、やっぱり。うん、そこに愛はあるんか。もう切られてええねん、駿河の電話なんか。そのね、あと26回かな、ペヤングさんが。ベヒーモさんが16回。OK、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 それ、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 弱いな。ペヤングさん、ハレさんの胸、モンドキーって。バンプゾーン、バンプゾーンって何？バンプゾーン、それ、テンパイしたらもうほぼ当たりちゃうから。バンプゾーンって何？バンプゾーンって何？バンプゾーンって何？ガセもあるよ。はい、悪っか。ああ、ああ。さすがやわ。いや、終わるな、これ。さすがしのぶちゃんやわ。言われてる。16
自分の前々の前で下ネタ気にしない。散々君らが下ネタ振ってきとんやで。あ、なでこも、なでこ好きやな。もういいわ、もう揉まんで。よしよし、誰時間の無駄や、その誰迷いちゃん誰俺あ、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 これ翼だよ。うわー、それええな、もうそれだけで意味あるよ。それだけで意味があるあるんすか、あるんすか、これ人で期待度あるんすか、あるんすか、ないんじゃない、ないんかよ。あるんすか、翼さんあるんすか。ペヤングさん、なでこにストーカーされてる。いや、もうちょ、なでこいいっすわ。もう最後、最後が翼だと、もう100歩言うのって許す。翼ちゃん、もうええ頼む、翼ちゃんね、俺も終わったー。あ、意味ないっすわ。レヒーモさん、追いつけず。歯ブラシ見れんかったっすわ。ボード変えたからかな。いや、僕そういうの信じないんで。ああ、そう、はい、でも、あかんかった。あかんかったっすね。結果そうやったっすね。結果ね、はい、お疲れ様でした。さっき言ったやないか、お前。これはおっぱいではない、天杯です。ちゃうで。これさっき上がるっすね。でも、これ最後ね。お疲れっす。ああ、でも2位やね。ペヤング、翼ちゃんで昇天したかった。もう昇天した、最後に翼来て、あーあー見れへんかったで終わりでよかったよ。当たるんちゃいます。お後がよろしいよ、ね、でも星2位や、星2位っていうか期待度2位やった。あーあああダメですね。僕はまだ羽川の胸を拝むまでは負けるわけにはいかない。負けたで。もがめんかったで。猫耳をもがみたい。あと何回ってあと4回ぐらいちゃう、5ちゃうかなと。もう終わると思う、あと4回ぐらい。頼む、翼ちゃん出てきて、そこで出へんやろうな。お相手は、お相手は出へんやろうな。誰、翼ちゃんや。きたきた、全然当たってもないのに。伝わったっすね、愛が伝わったね。ちょっと静かにしてほしい。あいつ、やっぱあいつ、ほんまさっきエンディング撮りました。お前ね、もう草マーク生えとんで。やりました。ここが、ここがしのぶちゃんか、うん、あれやったら当たりなん、汚れてるって。汚れてる、汚れたまったね。いやー、ありがとうございました。いや、最後の最後でよ、出ただけやけど。お前や、それだけで満足、大満足ですね。満足した。あれ、なぜこの流れや思ってたんですけどね、自分の中では。私はあの、何だっけ、駿河ちゃん、駿河ちゃん出るかと思ってた。いやー、だいぶ、もう、翼ちゃん、ちょっとまた、ちょっとアップで。あ、なんか今、なんか今、ちょっと見てくるわ、うん、ちょっと待って、ね、どっか行った変わった、青色っすわ。でも、これどうなんすか、で、電サポ保留でとかないの。いや、右、左のへそ保留で、一個残ってたやつっす、多分。あー、じゃあへそか、電サポやったらなんか熱いとか。ワンチャンありそうですよね。はい、終わり終わり。終わりましょうか。痩せすぎーって言われた。終わりっすわーって言われた。終わりっすわー。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。よかったねー。いやー、猫耳見たかったっすけどね。まあ本日は。最後当たったからバーンってかけた時の羽川翼がちょっと照れてる感じがめちゃめちゃ可愛い。わからへん。それは皆さん売って確かめてください。めちゃめちゃ可愛い。じゃあペヤングさんもぜひ売っていただいて。クイズバトルで正解したら猫耳をつけてもらう。はいはいって言って始めますから、草冠がつく感じ、100個答えようと。で、当たったら、あれ、ほんまや。当たったら、猫耳、バーンつけます。それが可愛いな。めちゃめちゃ可愛い。当たったら、翼ちゃんに猫耳つけるってこと？そう、翼ちゃんに猫耳をつけるんですよ。それが可愛い。そう、あの猫になる前の普通の翼ちゃんのショートカットの翼ちゃんに猫耳、バーンってやりますから。売ってる間に太ったんちゃうか。いやー、もう、すごい。いやー、綺麗売り割りインターっていい店や。いや、インターじゃないですね。決して。近いけどね。決してインターではない。違う。はい、そんな綺麗売り割れて偽物語合計3台あります。ライトミドル、ライトミドルが2個やね、はい、2個で、で299が1台とデジハネ1台、はい、好きなんで全部集めました。ほんまやね、はい、全部1円とか並んでて面白いけどね。本社にバレへんように全部もうバレるやろが。ぜひ、あと、信頼入れ替えが17日、はい、はい、あの大人気のパチンコ社会のスロット番長ね、入ってくるんで100万円ってくる。大人気の人気社会入れ替え、ぜひ、PR のチェックしていただいて、まあ、あとツイッターとかね、LINE もありますんで、フ
フォロワーになっていただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、やっぱ引退行くわ。なんで？なんで？出てくる。今日じゃあ今日、回数的にはあれか、僕が勝ちました。5回ありがとうございます。で、ハリさん4回。はい、でもそんな感じですね。そんな感じ。199なんで、まあ、そういう言い訳する。ああ、なるほどな。俺でも 9.5% 2回引いた。確かに確かに。まあ1回無駄にしたけどね。いや、あれは無駄じゃないんですよ。次回への布石やったんですよ。ああ、そう。その後15ラウンドも僕が当てんかったらやめてたじゃないですか。いや、それも運命やったみたいな。なるほど、さすが。じゃあアンケートにしようか。絶対あかんって。なんでアンケートにするの、前々そこ。アンケートやな。いや、なんか、いや、やっぱそのね、アドバンテージもいるかな思って、うん。アンケート必要やわ。でもね、要はライトミドルね。2回当てたのね。そうそうそう、うん。この短時間でね。はい。じゃあ最後ナレーション翼ちゃんやったな。なんだ、そこでもう満足してるやん。やっぱり翼ちゃんやった。めっちゃ満足してるやん。呼び間違えてなかったってことですね。さすが。なるほど。いい夢見るぞ。お相手は羽川翼でしたって言ってたね。言ってた、言ってた。お相手、僕のお相手はやっぱ羽川翼ちゃんやったんですよ。うん、そういうことだよな、やっぱり、多分。あの人と頭大丈夫ですか？いや、ほんまに言ってるんですよ。やばいね。結構言ってる、まあ。あんな上司大変やね。心配はしてるんですけど、まあまあ、今後ね。ついていくしかないんで。そうやね。はい、多分、合わせてくれる人がこの先おるんかどうかって感じやけどね。ほんまに心配。最終、お相手は羽川翼でした、ね。そうやったね。そこで終わりますね。うん、当たってないけどね。めっちゃいいね。めっちゃいい。あれ大体私迷いちゃんが多かったんやけど、あれやね、別パターンあるんすね。それは心に迷いがあるからですよ。パーそういうことパーボールは友達、ボールはキャプテン、キャプテン三浦くん確率が半分なんだから倍当てないと。確かに難しいこと言いますね。確かにそれ納得せえへんやろ普通やったら。確かに確かに。じゃあアンケート締め切ります。ドンってことでペヤングさん 66% でかっってことで罰ゲーム、パッパラーン。何にするんやったっけ。じゃあ、1分計りますんで1分間かっこいいポーズでもいいっすね、いいっすね。何写真を撮ってもらうようなイメージ。いつもやってるじゃないですか。カシャ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 みたいな。ちょっとやってるじゃないですか。何でもいいよ。マイク使ってもらってもいいですしね、こう体で表現してもらって。最後のあと5秒になったら言ってほしい。最後はこれでしようって思う。なんか変化あんねや。変化あんねや。決めてるから。ああ、そう。楽しませてくれる。ほんまや。じゃあ行きましょうか。1分間行きまーす。かっこいいポーズね。かっこいいやつです。はい。もうあのジャニーズ並みのね、こう雑誌を飾るぐらいのポーズ。メンズノンノンに乗ってるやつでしょ。それでもいいよ、全然。まあええけど、行きます。よーい。スタート。何それ。あれグラビア入ったで。あ、いいねいいねって言われんで、いいねって。それ何。ちょっと早く早く40秒頑張れ早く。かっこいいポーズやね。かっこいい。なんや。かっこいいポーズ。少林寺は少林寺。あ、そうやね、それ部分いい。ダンスとか踊ってたんやじゃん。あと20秒。ちょ長いわ。セクシーポーズ、セクシーポーズ。あと10秒。10秒。9、8、7、6、5。君のハートにチェックメイト。2秒、一瞬。完璧やった。おい、昭和やないか。完璧やったね。最後。途中ちょっと同じの入っとった。また罰ゲームそうやね、やった時にはやるそう、うん、いい最後のね、うん、こういう締めがあるのがやっぱ一番いいじゃないですか。チェックベイトね。ちょっと2秒余ったけど。ちょっと予想外尺がね、尺が無理やから急いでやりたかったというのがあった。じゃああれを動画にまとめて切り売り割りの CM にしましょうかね。川飛び込むんじゃないですか。川飛び込むやろうか。川飛び込む、川に飛び込む、パーッ。真冬のいや、チェックメイトはこっちや。おい、チェックメイト古いって言われた。いや、昭和なんでね、我々。確かに、はい、ギリギリ昭和やもん。ギリギリ昭和。残念ながら。残念ではない。残念じゃない。
はい、ということでこのチャンネル、明日が、村井監督の阪急豊中店の配信になりますので、明日もぜひ。卑猥な監督ですね。そうですね、あの人ほんま卑猥やね。卑猥ですからね。店長より卑猥なんですか。人生が卑猥。ペヤング卑猥やった。人生が卑猥。知らない。もうすごいで、いや普通の会話でね。まあ電気マッサージ機あるじゃん。で、デンマをデンマーク、デンマーク普通に言い出すからね。変態やで、だいぶやばい。あの人と言ってる。結構やばいっすね。いや、結構じゃない、言ってる。だいぶ言ってる。もう突き抜けまくってるから。さすがゲス指定の中の一人やなと思いました、ね、それは言われて喜んでるタイプ。そう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 。まあ、明日もぜひご覧いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ、キコマチャンネルこんな感じで終わりたいと思います。皆さん、お疲れ様でした。お相手は金川翼でした。違う違う。さよなら。